スマトラウサギは、哺乳コート系木ウサギかスマトラウサギ族に分類されるウサギ。インドネシア固有種と同長36.8から41.7センチメートル。尾長一1.7センチメートル。体重1.5キログラム。尾は短く、尾骨の数は12。体色は灰黄色で、次回から電部にかけて黒や暗褐色の縞模様が入る。次回は短く。 長さは3.4から4.5センチメートル。次回は黒い。死は短い。標高600から1600メートルで発見例がある。夜行性で昼間はギノ根モットや巣穴などで休む。カメラトラップでの撮影例から臨床の植生を食べていると推定されている。飼育下ではシッテンドラ族の植物を食べたという報告例がある。 森林伐採による生息地の破壊や罠による根核などによる影響が懸念されている。1880から1929年までの間に約15頭しか標本の最終例がない。1990年代後半にクリンチスブラ国立公園で無人カメラに本種が撮影された。以前はバリサンサン無広域に分布すると考えられていたが、主な記録は バリサン山脈南部と西部に限られ、近年は主にクリンチソブラ国立公園とブーケイト、バリサンセレトン国立公園でのごく限られた観察例や撮影例に限定される。2019年の時点では観察例や撮影例が非常に少ないことから生息数の推移などに関する情報が不足しているとみなされている。ありがとうございます。